みんな満面みなのだ、エルザなのだ。今回は防衛なのになんでステジャンツムのについて解説をしていくのだ。トラストを使っているとギアって気になるのだ。特に敵でトラスト来るとギアを確認しちゃうのだ。でもトラストのギアって最近ステルスジャンクがかなり多いのだ。防衛なのにステジャンってなるのだ。ということで今回はステジャンをつけてこなかった僕が実際につけてプレイして気づいたことを解説するのだ。考え方とか判断が難しいなと思ったけど、それよりも恩恵が大きかったから紹介していくのだ。ぜひ最後まで見てくれなのだ。ステジャンを積むと何ができる。まずステジャンをつけることに関して話していくのだ。ステジャンを積むことによってできることを知るのは大事なのだ。特に使っていてギアをつけない時よりもこの動きがやりやすかったなというのを紹介していくのだ。前線の維持。まず一つ目は前線の維持がしやすくなったという点なのだ。これはステジャンの見えない距離感がとてもありがたかったのだ。まずステジャンは一定の距離なら相手からマーカーが見えなくなるのだ。この距離はだいたいボールドの射程くらいと言われてるのだ。そのため味方にジャンプしたとしても相手の後衛との距離感がしっかり取れていれば前線に復帰しやすくなるのだ。でも後衛なのに前線に出る意味があるのかと言われる難しいところだけど結構大事なのだ。トラストに限らずだけど後衛が一度デスした場合なるべく早く前にいいポジションをキープしたいのだ。でも味方との距離が開きすぎていたり敵と密集しているとジャンプができず異界道をするしかないのだ。こうなると味方のカバーもできず人数不利の時間を作ってしまうのだ。この点を改善できるのがステジャンというわけなのだ。前線維持の時間を確保できる可能性があるからとてもありなギアなのだ。前線の人数確保。続いては前線の人数確保ができることなのだ。スプラは対面において人数が多いチームの方が有利になるから大事なのだ。防衛は前線に上がるのが大変なわけ。前にサイド出るという行動は結構辛いことなのだ。しかもデスで約10秒待機した後にさらに移動で10秒も使うとなると20秒は前線の味方のカバーができないのだ。こうなると味方がいくら強くても3対4の対面をすることになるからどうあがいても不利になるのだ。その点を考えると早めに前線に復帰して味方の負担を減らした方が試合全体を有利に進めやすくなるのだ。特にステジャンは一定範囲なら敵に見えないから味方の最後尾に飛んでいけば大体前線復帰できるのだ。もちろん状況不利なら最後尾に飛んでもダメだけど復帰できる確率が上がるから人数確保としてとてもありがたかったのだ。時間の短縮。できることの最後は時間短縮なのだ。前線にジャンプができるということはそれだけ移動時間短縮になるのだ。もちろん自陣を塗ってスペシャルを貯めて防衛に切り替えることも大事だけど攻め続けれるなら復帰ギアとしてありがたいのだ。ということでできることとしてはこの3つが基本となるのだ。主に前線の維持が大きな恩恵なのだ。防衛だけど前に出続けれるのはかなり強力なことだし縦長のマップとかは重宝するからありがたいギアと言えるのだ。防衛も前線復帰したい。ここまで前線に出ることを話してきたけどそもそも防衛が前線に行きたいのかも大事なことなのだ。前線と言われると前衛みたいに敵陣に突っ込むことを想像するかもだけどそうじゃなく前線ラインの位置貢献となるのだ。例えばこの図を見た時に前線ラインはこのラインとなるのだ。ちょうど敵と味方の戦っている位置となるのだ。この時に前衛の前線はここちょうど射程が届くあたりなのだ。でも弓の場合は前線はこのあたりなのだ。理由は射程なのだ。攻撃が届く範囲が前衛よりちょっと前までになれば前衛は援護をもらいながら動くことが可能なのだ。でもこの後衛がいる場所は相手の攻撃を受けやすいまたは邪魔されやすいポジションだからリスクする可能性もあるのだ。僕
ここでデスしたり、たまたま復帰のタイミングだったりすると後衛としての前線孤児をどうにかして維持したいのだ。維持するにはその場に行くしかないから、時間との勝負になるというわけなのだ。この時間は異界道を積んでいれば多少は緩和されるんだけど、スパジャンで飛んだ方が圧倒的に早いのだ。敵にバレず前線の孤児をデスしても取り続けることができるなら、有利な試合展開にできるから前に行きたいとなるのだ。この辺りは後衛の射程によって変わるけど、トラストの場合手数と局者を生かすなら前にしっかり出たいのだ。そういう点で考えてみると、ステジャンギアは結構使いやすいギアと言えるのだ。いつも大仏とかその他のギアをつけてることが多かったけど、ステジャンに慣れてくるとこれはこれでありだなと感じたのだ。ステジャンを積む注意、最後はいつものように注意なのだ。ステジャンの良いところを紹介してきたけど、積む上での注意も覚えておくと良いのだ。試合での回数は少ない、先に言っておくと試合での使用回数は少ないのだ。試合中に3、5回歩かないかという感じなのだ。理由は後衛だからなのだ。後衛の場合、そもそもそこまでデスを重ねるのはかなり危険なのだ。あくまで前線に出るための方法だけど、それをカバーするものではないのだ。マップによってはそもそもスパジャン自体が危険という場所もあるから、相性とか判断がとても大事になるのだ。着地狩りを防ぐわけではない、続いてはジャンク自体のデスを防ぐわけではないという点なのだ。いわば着地狩りされない保証はないということなのだ。まず見えない範囲はゴールドの射程ほどとなっているけど、そもそも乱戦状態の場所に飛んだ場合は危険なのだ。マーカーが相手に見られている状態になるから、ただの的になってしまうのだ。だから無理なジャンプによる着地狩りの保証と思ってつけるのは危険だから注意をするのだ。ジャンプの基本が大事。続いてはジャンプの基本を押さえておくことが大事なのだ。ステジャンを積むと飛びたくなるのはわかるけど、判断が大事なのだ。基本は味方の最後尾に飛ぶことが大事だけど、敵の位置や足場の塗り状況で判断することも大事なのだ。最後尾に飛べばチームの中で一番安全な場所に飛ぶことが可能だったりするのだ。でもそれは敵がいなければなのだ。最後尾の味方でも足場が塗られていなかったりすると、敵が潜伏している可能性もあったりするのだ。クリアリングができてないということは、ジャンプ狩りをされることもあるから、こういった時はジャンプを避ける必要もあるのだ。ステジャンを積んでるからジャンプするのではなく、そもそもジャンプをしても生存が確実かを考えると良いのだ。無理に積む必要はない。最後の注意は無理に積まなくて良いということなのだ。この辺りは上位プレイヤーにも聞いたんだけど、合わない人はいるとのことなのだ。人によっては前線復帰のタイミングや、そもそも前に出るのが苦手という人もいるから、無理につけなくてもいいとのことなのだ。ステジャンをつけたけど、そもそもジャンプをしないとか、ジャンプをしても失敗する人は外すこともおすすめしておくのだ。ということで、ご視聴ありがとうなのだ。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿してくので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いなのだ。それではまた会う日まで。バイバイなのだ。